長野グランドシネマズとは、長野県長野市、近藤町にある映画館。長野市内発のシネマコンプレックスとして、長野電鉄株式会社の保有する、超電権藤第二ビルに建設した建物を使用し、近隣で、長野東方グランド劇場4月14日に、閉館を営んでいた、中谷商事株式会社が開設した。スタート時の劇場運営は、 長野東方グランド劇場を任されていた東方東日本工業が委託されていたが東方東日本工業が東方シネマズに統合されたことに伴い中谷正治株式会社の自主運営となる当初は郊外に建設することも考えられていたというが経営者の映画館は繁華街にあるべきとの判断でシネマコンプレックスとしては珍しい中心市街地のという立地となった しかも、ショッピングセンターなどとの併設ではなく、極めて珍しい単独のシネマコンプレックスとなっている。しかし、通常なら1フロアに複数のシアターを並べて、運営の効率化を図ることが多いものの、長野グランドシネマズは、中心市街地に位置するために広い敷地が確保できず、ロビーは1階、シアターは2階と4階の3層に分かれており、各階の映写街を含めて、 建物は5階建てとなっている。本館の開館後は、近隣の長野東映劇場、長野東方中劇が相次いで閉館することとなった。しかし基本的には既存館と共存共栄のスタンスであり、ロビーに長野ロキシーのチラシが置かれていたりするほか、上映作品も重複しない様子見分けが図られている。8スクリーンがあり、総座席数は1365席。 ありがとうございます。